殺戮の天使6周年前夜祭が8月13日の金曜日にオンラインで開催されることになりました。はい、レイチェル・ガードナー役の千曽我遥です。はい、そしてアイザック・フォスター役岡本信彦です。そして、キャサリン・ワーズ役の伊勢マリアです。はい、作品が世に出てからもう6周年ということで、私たちはアニメが放送された2018年からキャストとして関わらせていただいておりますが、どうですか確かに月日は早いもので。早いですね。いやでもまさかこの一番辛いところを今回朗読劇でやると思わなくて衝撃です。確かに、まあ、でもね、分かると思うんですよ、はい、ひでちゃんがいるということは、はい、大人気キャラクターキャシーが、猛威を振るっている、はい、そうですね、3人での掛け合いとかもね、いっぱいあったので、はい、楽しかったですね。男性諸君にはね、ド M な男性にはたまんない超たまんない朗読劇になります。うまみがたっぷり、はい、そんな感じで私たちは今まさにイベントに向けて朗読劇を収録してきたところなんですけれども、はい、なんとこの朗読劇のために真田先生が台本を書き下ろしてくださいました。こちらです。はい、なんとオリジナルにはないシーンがあったりセリフがあったりとか、そしてアドリブ、モノマネ、などなど、そうですね、まあ、ある意味無茶ぶりにね近いものがありましたねでも体力的には辛かったのは多分お互い一緒だった気がします ね、 お互いにね、笑い合ってた気がする、エネルギーのぶつけ合いでしたね、みたいな感じでしたね、はい、そうですね本当に聞き応えたっぷりの朗読劇になっているのではないかと思います、はい、それでは8月13日の金曜日、殺戮の天使6周年前夜祭をぜひご覧ください。視聴チケットには今私たちが着ている T シャツ、そしてこの朗読劇の台本もついています。そしてそして朗読劇だけではなく、真田先生と名塚先生のオンラインサイン会もございます。はい、はい、それではぜひ皆様のご参加お待ちしています。